リコとか懐かしい。リコちゃんとかいるのかな、まだ。もう YouTuber とかやめてるか、普通に。もう社会人として生活してから令和チャンネルなんていう人間と絡んでいた頃あったな、みたいな。もう今人生の黒歴史と化してるだろうね、俺の存在そのものが。リコちゃん可愛かったよな。リコちゃんってどんな顔やったっけ。ちょ、リコちゃんの顔見よう。X とかに転がってなかったっけ。ウイレリコとか喋って出てくるか。ウイレリコとか喋ったな。ウイレリコ。あるかな、出てくるかな。セックスフレンドフューチャリングリコ。レオチャンネル。これ何これ。ウイレリコで調べたら一番上に俺が昔作った曲が流れてきた。ちょ、流してええか一回。しかもリコが聞きながら、あ、違う、あれか。このリンキングっていう人がリコのボイスと令和チャンネルの曲を絡み合わせてフューチャリングで曲作っとる。リコのウィンドウクザックトレンドラブ。お前あとでリツイートしといてくれ。あとであれをリツイートすることでリコちゃんをよみがえらせよ、この世界に、この界隈にもう一度光を。なんだかんだ息長いよな。いや俺もね、あのね、令和チャンネル自体は半年ぐらいで終わる予定だったん。別に半年ぐらいで炎上してで更生しましたっつって普通に YouTuber を始める予定だったのに、更生できずにここまで来てしまったっていう。AV 女優としてバーンってデビューして、もう激しいプレイめちゃくちゃやって、界隈で有名になってやめました。 YouTuber として活動していきますみたいな、そういう一回芸能人入りして YouTuber になるみたいな、そういう路線変更したかったのに、もうそのまま AV 路線のままここまで来てしまった。止めてくれよマジで。リツイート4増えてる。